ちは。こんにちは。マスクしてても声ちっちゃくないですか？皆さんこんにちは。こんにちは。バッチリです。それぐらい出さないとアイドルさんも不機嫌になりますからね。はい、では皆さん改めてこんにちは。こんにちは。今日はアリサロコドロパーティーボリューム6にお集まりいただきありがとうございます。今日のイベント楽しみにしてましたか？はい。はい。あ、本当ですか。いっぱい手を挙げてくださってありがとうございます。アリスガーデンはですね、まだちょっと使えそうにないので、アリスで分ける日を楽しみにして今日も盛り上がっていきましょう。それではイベント開催ガイドラインを守って一日楽しく過ごしていくために、いろんなルールとかもお話ししてきますね。それではイベントを楽しんでいただくための注意事項です。本日の会場は皆さん着席して観覧の方お願いします。盛り上がっても前に出てきてね、キチャとかそういうのはちょっとおやめください。そしてその場で周りの方に迷惑かけないようにキチャするときはキチャをお願いします。それで足をなんか踏み鳴らすこともちょっとおやめください。本日はマスクを着用してのコールは OK とさせていただくので、さっきみたいに皆さんしっかり声を出してくださいね。お願いします。そしてアイドルさんのテンションが上がりまくるようにしっかりコールもお願いします。ちなみに内緒なんですが、客席の一番奥のエリアはなんかガチバキエリアとなっているらしいので、一番奥はいいらしいよですね。撮影の際はカメラは頭より下の位置でお願いします。ちょっと今回皆さん座っていただいているので、上に上げちゃうとね、後ろの方とかにちょっと迷惑になっちゃうので、そちらの方お願いします。そう、今みたいにお願いします。そして荷物は自分の足元に置いて1人1席でお願いしますね。あとはですね、またイベント終了後は一旦荷物を持ってからちょっと退場の方お願いします。そして集合写真のですね、最後皆さんアイドルさんここに皆さん集まって写真撮るんですけど、その集合写真の時はちょっとまた準備ができたら呼びますので、一旦ちょっとカメラだけ持って後で再入場してもらうんですけど、荷物は一回外に持って出てもらうようにお願いします。そして物販に関してはここで物販を行わないので、階段上の3階のギャラリーですね、そちらで行っています。ここに入ってくるときにあった旗が3階にもあるので、それが目印になるので分かりやすいかなと思います。そちらで物販を楽しんでもらえたらと思います。そして物販や撮影を行う際は各グループのルールに従ってお願いします。それぞれ各グループによってルールが違ったりもするので、そちらの方をしっかり守っていただくようにお願いします。そしてですね、アイドルさんに肩に手を回したりとか、こうお姫様抱っこなどはすごい至近距離な過度の接触はこう運営が許可してない場合もあるので、その辺もちょっと許可してなければお読みください。そして物販終了時間は特に定めてないので、各グループからの告知をご確認ください。なので、今日初めて見たな、このアイドルさんってところとかもしっかり皆さん回ってもらったらいいかなと思います。そうする方がね、楽しめるので、推しも大事ですけど、しっかり、ね、いろんなアイドルさん楽しんでいただけたらなと思います。それでは本日のタイムテーブルの発表していきます。ではこの後ちょっと時間ずれてるんですけれど、ちょっと予定は話していきますね。この後本当は1時からだったんですけど、ちょっと15分ぐらい遅れで、この後みひろちゃんが登場します。その後20分後に野々あゆみちゃん、その後また20分後、予定では13時40分に岡林美桜ちゃんです。その後14時に田中ゆかちゃんで、その後14時20分に綾乃ちゃん、その後14時40分に河野川ちゃん、15時にリアラちゃんで、15時20分にあゆみひろちゃん、15時40分にスパティオさんです。で、16時にリメディさん、そして最後に16時20分予定になっているラストがキツネでコンコンさんです。そしてその後に準備が整い次第集合写真を行っていきます。このようなタイムテーブルになっています。少しちょっと遅れているので、当初の予定とちょっとずれて
ってくるかもしれないんですけれど、しっかり楽しんでもらえたらと思います。それでは皆さん、しっかり今日は楽しんでいきましょう。わかりましたか？はい。それではボコドルパーティーボリューム6スタートです。それではトップバッターのみひろちゃん、どうぞ。